三浦義雄のフィギュアスケート躍進と羽生結弦への憧れ、プロ転候の危機感と情熱あふれる成長物語、フィギュアスケートの世界で輝く若きスター、三浦義雄選手。その名前は近年、日本のスケートファンの間で急速に広まっています。18歳にして、彼はフィギュアスケートの舞台で躍進を遂げ、羽生結弦さんとの共通点を持ち、多くの期待を背負っています。本校では、彼のスケートキャリア、 羽生譲さんへの憧れ、そしてプロ転候に際して大滝危機感に焦点を当て、三浦義夫選手の魅力を探ります。三浦義夫選手の躍進、日本のフィギュアスケート界に新たな星が輝き出したのは、三浦義夫選手が登場したことから始まりました。彼は2020年2月に史上最年少で四大陸選手権を制覇し、翌月には世界ジュニア選手権でも優勝。これらのタイトルは、 羽生譲さんが過去に獲得したものと同じものであり、その異様は注目を浴びました。三浦選手は幼少期からスケートに情熱を注ぎ、4歳でスケートを始め、小学校3年生から中学1年生まで、羽生譲さんを指導した鈴木翔一郎をコーチに指示しました。彼の厳しい指導のもと、夜明け前の午前4時半からの公演40周、縄跳びの二重跳び200回など、 リンクに入る前からの筋力や体力トレーニングに励みました。鈴木翔一郎コーチとの絆。鈴木翔一郎コーチは三浦選手にとって重要な存在でした。彼は羽生結弦さんの少年時代のコーチとしても知られ、両者の関係は特別なものでした。鈴木コーチはいつも、羽生さんの名前を出しながら、三浦選手を励まし、彼に対して、結び弦も最初から飛び抜けていたわけじゃない。 お前もオリンピックチャンピオンになるんだとエールを送りました。特に印象的だったのは2018年平イオリンピックで羽生さんが2大会連続の金メダルを獲得した後の出来事です。羽生さんから報告の電話を受けた鈴木コーチは感極まって涙を流しました。三浦選手はその瞬間を練習中に目撃し、それが自身の目標となったことを明かしています。結果を出すことは自分自身の目標でもあるけど、 お世話になった人への恩返しになる。自分も喜んでもらいたいと、彼の目標には感謝の気持ちが込められています。技術と情熱の融合。三浦選手の魅力の一つは、スピードと高さを兼ね備えた四回転ジャンプです。彼のジャンプは彼自身が、もともとうまくジャンプを飛べる方ではなかったけど、小学生の時から、お尻に何口座ができても、チャレンジしてきた。すごくきつかったけど、 スケートは好きだったからと語る通り、純粋な情熱が技の習得を後押ししてきました。三浦選手のスケートにおける成長は素晴らしく、その才能と努力が結びついて、フィギュアスケート界に新しい風を吹き込んでいます。一問一答、三浦義雄選手に聞く。質問一、羽生譲さんへの憧れがスケートキャリアにどのような影響を与えましたか三浦義雄選手、羽生ゆさんは私の大先輩であり、 彼の成功は私に多くの影響を与えました。彼が五輪で連覇を果たし、世界で注目を浴びる存在になったことは、私にとって大きな刺激でした。彼のように成功したいという思いが、私のスケートキャリアを形成する上で重要な要素です。質問に、2026年の冬季五輪に向けて、どのような目標や思いを抱いていますか三浦義雄選手、2026年の冬季五輪に向けて、 私は日本を代表し、最高のパフォーマンスを見せたいと思っています。羽生結弦さんのように金メダルを獲得し、日本に誇りをもたらすことが目標です。また、私のスケートが多くの人々に希望と感動を与えることを願っています。三浦義夫選手の成長と躍進は、日本のフィギュアスケート界に新たな希望をもたらしています。彼の羽生結弦さんへの憧れと、 鈴木翔一郎コーチとの絆が彼のキャリアに大きな影響を与えています。その情熱と努力が彼の得意なジャンプ技術を生み出し、成功への道を切り開いています。2026年の冬季五輪が近づくにつれ、三浦選手の期待と目標は高まっています。彼は日本を代表して世界に挑み、自身のスケートが多くの人々に感動をもたらすことを願っています。我々は彼の成長を中止し、 彼の未来の成功を楽しみにしています。